政治資金パーティーは、まあ、政策決定を歪めるということで今回反対されているわけですから、そこは筋を貫いて、今後は立憲としてはやらないということなんです政治改革法案の見通しがつくまで、執行部として自粛をする。このことを確認しておりますが、それ以上でもそれ以下でもありません。 3日の衆議院政治改革特別委員会で政治資金パーティーが政策決定を歪める可能性があるとして全面禁止の法案を提出しながら立憲民主党の執行部など幹部が政治資金パーティーを計画し一部ではすでに開催されていたことについて今後の対応を問われる場面がありましたこの政治資金パーティーについて えまあ5万円に引き下げるということで、合意がされたということですけれども、今回、この案について、あ,あるいは企業団体献金の廃止とか、政治活動費の廃止ですね、このパーティーをしない、政治団体献金は受け取らない、政治活動費も廃止する、この点について、立憲の方はまあ筋を貫かれてきているわけですけれども、これはあの今後もえ筋を貫いていくと。 いう運用を続けていくのかということでよろしいんですね本庄聡君牧原委員にお答えいたします、えー、まずパーティーにつきましては現在国会で政治改革法案について議論を行っているその論戦中に執行役員がパーティーを開催しようとしたことは国民の理解が得られない 政治改革法案の見通しがつくまでは、執行部として自粛をすると、執行役員会で確認をしております、我が党としてはそれ以上でもそれ以下でもありません。企業団体権益につきましても、我が党独自に同様の措置を取るかについては、現在、執行部において特段議論されていないと承知をしておりますが、政治改革論議全体の流れの中で、適宜判断されてもいくものというふうに認識をしております。 最後に政策活動費についてですが現在我が党では支出していませんが特段の支障はなく現執行部として今後も支出することは考えていないというふうに承知をしております以上です、はい、牧原あのちょっとわからなかったんですけど、あの政治資金パーティーは 今、自粛をしているということですけれども、これ、例えばこの国会で何らかの決着ができたということになったあとは、じゃあ、それに従ってやるということなのか、それとも政治資金パーティーは政策決定を歪めるということで、今回、反対されているわけですから、それは立憲としては仮に5万円という形で認められても、そこは筋を貫いて、今後は立憲としてはやらないということなんですか、ちょっと明確にお答えください。本庄聡君 えー、牧原委員にお答えします、今、私あの申し上げたとおりです、政治改革法案の見通しがつくまで、執行部として自粛をする、このことを確認しておりますが、それ以上でもそれ以下でもありません牧原英樹君うん。いつもは歯切れのいい本庄委員が、ちょっと歯切れが悪いので、よくわからないんですけれども、まあ、いずれにしても、あのやっぱり我々は、 現行不一致だと思われるのは、えー、何党であっても私はよくないと、こう思いますのであの、もし政策決定を弱めるということで反対されてるんであれば、今後それを継続するというのは、私は理屈が立たないと、こう思います答弁に立った本庄聡議員は、岡田克也幹事長の元秘書で、本法案の提出者として、強気の答弁を繰り返していましたが、まさか師匠である岡田幹事長に足を引っ張られるとは思ってもみなかったと思います。 岡田幹事長の政治資金パーティーの計画が明るみとなった後も現行法では認められているとして問題はないという強気の答弁でしたがあっさりとパーティーが中止されたことでさらなる現行不一致を指摘されることになってなんだかかわいそうな気もします。 そもそも自民党の不祥事で始まった政治改革で立憲民主党が自民党からどうこう言われる筋合いもないのですが政策決定を歪めるとまで言って禁止法案を提出したのですから法案が否決されたとしても政治資金パーティーは再開しない方が筋が通ってすっきりする気がししままます。最後までごご視聴ありがととうございいた。チャンネル登録と高評価をお願いします。